はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、正直元気がありませんというのもですね、僕の普段編集等でね使用しているパソコンとハードディスクが突然ねお行きになりました。それに伴って撮影してたね編集前のデータ素材、これがね約5本分ぐらいかな消失いたしましたね。見事に今日は元気がないということでね、まあ元気をつけるためにステーキを食べていこうと思います。本日ね訪れたお店は今ね僕の目の前にございます、ステーキロッジ池袋店さんにお邪魔しております。こちらのお店はね、最近大食いの方もねよく来ておりまして、僕も今日はねその肉塊を食べていこうと思います。いやもうね店外からいい匂いがね漂っておりますので、早速ね店内に入っていこうと思います。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。店内もね、めちゃめちゃいい匂いするんですよ。でね、今回お伺いしたこちらのステーキロッジさんなんですけれども、こんな感じでね、ステーキのメニューが豊富でして、普通の牛のステーキをはじめとして、ジンギスカンとか、エゾジカとかね、ジビエ系のお肉なんかも取り揃えてるステーキ屋さんでして、今回いただくのが、このおすすめ看板メニューとなります、ジューシーロッチステーキ、肩ロースなんですけれども、こちらを3キロに、玄米を 500g、ブロッコリーも 500g と、まあ、彩りもね、添えながら、超巨大なステーキを食べていこうと思います。ということで、ただいまね、お肉到着いたしました。めっちゃでかい。ちょっとね、カメラ越しだと伝わりにくいと思うんですけど、実物の3キロはね、マジででかいです。こちら合わせて玄米もいただきましたんで、鉄板熱いうちにね、早速食べていきましょう。いただきます。いいよ。うわぁ。このレア加減、たまんないっすね。お肉こんな感じですね。一枚もいただきます。うん、うまいわ。赤身やらか。うめえ。うん。ご褒美ですわ。めちゃめちゃ元気出る。うん、あとこの鉄板側、下側ですね、この立ち上る湯気見えます？うまそうでしょこれ。うまっ。ただね、これ事前にざっくりとね、切ってもらったんですけど、いっぱいすぎて、このね、切るスペースがないわ。うまっ。このさ、下に溜まった肉汁、これにね、ブロッコリー絡ませるんですよ、これ。肉汁、熟熟ブロッコリー。これがうまいよ。これがうまいのよね。うん。もちろん油多い部分もうまいんだけど、赤身肉っていうのはもうほんと肉食ってんなって感じがして、やっぱね僕はステーキ食べるならこの赤身の方が好きなんですよね。
そしたらこれそろそろね味変卓上にあるんですけれども、こちらのねわさびをつけていただきます。これねわさびたっぷり塗っていただきます。やっぱりね赤身にわさびはうまい。ちょっとねそろそろこの玄米でいただきましょう。こんな感じのセットで、やっぱ肉には米ですね。うわ、ありがとうございます。ということでね、今新しい熱々の鉄板いただきました。ロッチさんではね、普段からも鉄板の再加熱というサービスを行っておりまして、鉄板がね食べてる最中冷えてきた時にも改めて再加熱をして熱々にねいただけるので、ぜひね皆さんもこちらのサービスご利用ください。ただね僕はでかすぎるので、この、ね、新しい鉄板をいただきました。これをジュッと、はい、はい、うまそう。そしたらね、こちらのステーキの方に卓上にございますこちらの手作りの玉ねぎソース使用していきたいと思います。ニンニクのめっちゃいい匂いする。いただきます。このソースめちゃめちゃうまいな。うまいぞ。続いてこちらも卓上にございますロッチガーリックソースでいただいてみたいと思います。よいしょ、いただきます。うん、やっぱガーリックいいわ。ガーリック、お肉、ライスと確実にうまいよね。もうねすでに30分ちょっとカメラ回してるんですけど、3キロがねなかなかなくならないですね。ちょっとね元気がないからって調子乗って頼みすぎました。
よいしょ。今ね、残りこれだけになりました。3キロがね、あっという間でございます。ってことで、今ね、残りこんな感じ。お肉、ブロッコリーで、ほんのりご飯と、まあ、これね、ラストになりますんで、まとめてね、食べちゃいましょう。うまかった。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、強大なステーキと、まあ、ご飯ブロッコリーのセット完食いたしましたが、お値段がね、通常の 300g だと1390円とかなりねお安いんですけど、味はすっごいうまかった。基本はね、レアの状態から提供されるので、自分でね、鉄板で焼き加減を調整するようなスタイルなんですけれども、なかなかね、都内でこの値段でこの質の、まあ、赤身肉をこんだけね、お腹いっぱい食べれるお店は少ないと思いますので、ぜひね、皆さん池袋またはね、新宿にも同じ店舗があるみたいなので、このね、赤身ステーキが食べたくなった時にはステーキロッチさんでこのね、赤身肉を食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。